ノイジーが三塁で2日連続のノック、渡辺と井上が一塁の練習。阪神のシェルドン、ノイジー外野手が三塁について2日連続でノックを受けた。二塁で打球つかまいった。15日の試合前練習では左翼での練習を終え、三塁についてノックを受けていた。この日は外野用のグラブはなしで小畑グラブで内野守備に専念。15日の試合後には首脳陣からの指示があったことを明かし、久しぶりの三塁は大丈夫でしたね、よかったと思うよ、もう少し慣れていかないとなとは思うけど、と話していた。また15日に佐藤輝に代わって昇格し、三塁で先発出場していた渡辺は三塁の後に一塁でノックを受けた。井上も一塁の練習をしていて、起用の幅は広がりそうだ。写真で見る限りの位置、ノサードは腰の位置が低く構えが良いみたいに見えます。佐藤輝もこれくらい腰を下げて守れれば良いのだが、いろいろ超積極的な策を打った矢野監督は失敗した策が結構あったと思うけど、岡田監督はベースがしっかりしてるから大丈夫な気がする。テルを落として勝ちをつかむほどの監督なのだから、すごいな。ノイジーがサードで行けるのはすごい良い。それでも外野争いはできせんく、森下がライト3番で納得させれる数字を残せばまずは首位争いは継続できそう。いよいよ大山の一塁も絶対固定ではなくなったのかな。有事に備えていろいろとパターンを模索しているのかもしれないね。ノイジーがサードに行くと外野手がセンター以外若虎の競争になって良いかも。テルの不審が特に目立っただけで、トースと近本選手以外はなかなか不審だし、調子の良い選手で細かく入れ替えるのは個人的には楽しみです。誰が3番打っても成績悪いとなると3番の後の打者に目を向けるのが自然ですもんね。もう1ヶ月半経ちますし、今年の打線をそろそろ確立したいところ。やっとノイジーサードの選択肢が出てきたのは良いことだけど、数日練習積んでからの起用になるんでしょうね。いきなり抜擢ではエラーしても仕方ないですし、そうなると叩かれますし、チームのためにもならないですからね。何かも誰が出てどのポジションだろうが、打ってくれるなら何でもいいです。もちろんひいき選手が出てくれたら嬉しいけど、センター近本だけですね、変わらなくていいのは。ノイジーってせいぜい2割ちょいの打率で、打球も外野の頭どころか内野の頭越せばいいぐらいのバッターですよ。サードは糸原の方が全然いいし、何なら足がある熊谷の方がいいぐらいだと思います。大山は重傷なんで井上代役は大賛成です。ノイジーのメジャー時代の映像を見るとグラブさばきと送球は一級品ですね。外野からの捕殺も魅力的だが、サード守備は安心して任せられそう。佐藤のサードは大山が捕球できるまで不安。構想していた選手たちが何人も不審が続いているせいで、結局岡田監督も批判してた矢野監督の起用法と同じことをする羽目になってしまいそうだな。大山が13打席連続で出塁できてないですから、休ませる必要もありそうです。左右関係なく井上一塁、ノイジー三塁、両翼が森下と前側になれば打つ方はなんとかなる気がする。守備は知らん。ノイジー、ゲラの三遊間も見てみたいです。早くサードノイジー、ファースト井上が見てみたい。シーズン終盤のスタメンがガラッと変わりそう。肩は強いからやってみる価値はある。前側はファーストできないんだろうか。おもろなってきた。糸原と原口が活躍したからな。当分ノイジーの出番はないわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。